煩雑なポイント制度への変更ではなく、現行の敬老優待乗車証の枠組みを生かした制度改善を検討してください。札幌市議会の厚生委員会で市民団体の代表者は、市が導入を検討している新たな敬老パス制度について、現行の制度の枠組みを生かした制度に再考すべきなどと訴え、合わせて2件の陳情を提出しました。市は敬老パスの利用上限額を7万円から2万円に引き下げ、歩数やボランティア活動への参加などに応じてポイントを付与する新制度を検討していますが、高齢者から反発する声が上がっていました。市民団体が提出した陳情2件は市議会の厚生委員会で継続審査されます。